ちは今日なんですけども、今日はなんとこの間私がローカルフードで紹介したかった私の好きな食べ物を紹介したいなというふうに思うんですけども、まあ、今日は こちらのチキンウィングでございます。やばーい。このチキンウィングなんですけども、多分もう味付けがしてあって、それを注文したら炭火でパリッと焼くような感じで、その味がなんかちょっと甘辛そうな感じやで、なんかちょっと日本の照り焼きっぽい感じなんやけど、全然そんなことなくて甘い感じが全然しない。でこのタラマンシーっていうライムをキャンってかけて食べるっていう、これチーズソースなんですけど、見える、なんかこれがめっちゃなんか酸っぱい感じがして、酸味が効いたやつで、それがまだめっちゃ美味しくて、これは多分日本にはないような感じの味です。なのでシンガポール来たらぜひ頼ましてほしいなというふうに思うんだけど、私はこれは今ブキッテマフードセンターっていうところのお店に来てるんですけど、私はなんかいろいろ食べた中でこのお店が一番好きだけど、ここのエリアがそんなわざわざ来るような場所ではないねんな。めっちゃなんか郊外やし、なんか周りもそんな何も大して何もないから、なんかもしシンガポールの住んでる人やったら、まあ、おすすめって言ったらこのね、近くって韓国人の人がめっちゃ住んでるっていうな。だからなんか韓国系のスーパーが多くって、またそれも紹介したいなって思ってんねんけど、韓国スーパーとかに行くついでみたいな感じとかで来るとか、あとシンガポールで一番さ高い山、ブキッテマ山っていうのがあるんやけど、そこに山登り行ったりとか、あとなんかレールコリドレールコリドって言って、あの旧マレー鉄道の鉄道のとこがあるから、そことかに行くような機会があったら、まあ、立ち寄ったらいいかなぐらいな、なんかついでがあったら来てたらいいんちゃうかなと思います。なので普通の人はシティに住んでる人とかやったら、まあ、私がパッと思いつくんやったらニュートンサーカスとか行ったら美味しいとこあるし、それ私前のニュートンサーカスの動画で紹介したから、そのお店前映画にも出てたようなお店やから、そこも美味しいし、あとはラオパサあんのかな、多分あるやん、査定通りには多分あると思うねんけど、私ラオパサがあんま好きじゃないからさ、なんかいいねんで、雰囲気はめちゃくちゃいいねんけど、なんか高いし、すっごい美味しいとあんま思ったことがなくて、まあ、観光地って感じかな、なんか。まあでも、査定通りはめちゃくちゃ雰囲気もいいと思うから、観光で行った人が見つけたら食べてみて。で、あと思いつくのが、イーストコーストのフードセンターかな。そこでも美味しかったような記憶があるぐらいかな。でもどこにでもある。マリーナベイサンズの地下のフードコートにもあるし、うん。でもまあまあ、私はこの店が好き。なんかいろいろ食べてるっていうか、私めっちゃ食べてるよ、いろんなとこで見つけたら必ず食べてるぐらいめっちゃ好きなやつです。はい、この量で3本で1個$1.40、安いよね。美味しい、この酸味の効いたソースがたまらん。ビール好きな人も絶対好きやと思う。これはないな、日本には。私今何食やねんって感じ。めっちゃ変な時間に私は撮影しようと思ってるから、空いてる時間に来ようと思って来てるからさ、またさ見てまたお店めっちゃ閉まってるけど、なんかいつもさこうやってさ変な時間におじさんがいっぱいおんねんな。仕事何してんねんやろな。で、なんか今日はまた一人やから、ちょっといろいろ話そうかなというふうに思ってるんだけど、